ジーン、バティスト・チャールズ・ブーベでロージーやブーベド・ロジエの、コーロ・ジャン・バティスト・シャルル・ブーベド・ロジエは、フランスの船乗り、探検家である。南方大陸の探索のために、南大西洋の探検航海を率いた。ブーベ島に達し、ブーベ島を南方大陸の一部と誤認した。7歳で孤児となり、パリで教育を受けた後、航海術を学ぶために、サンマロに送られた。 1731年にフランス東インド会社の士官となった。1738年に東インド会社を解き伏せ、エグル号とマリー号を率いて南方大陸の探索航海を企てた。1738年7月19日にロリアンを出港し、1739年1月1日、南位54度で霧の中の後に、 彼の名を取ってブーベ島と命名される島を発見した。ほどなくして乗組員の多くが病気に倒れたことにより遠征を断念し希望峰へ戻りフランスに帰国した。探検の10年後にマスカリン諸島の総督に任じられ1750年から1752年と1757年から1763年の間、その職を務めた。 年表で読む荒又広氏の博物探検誌、荒又広氏平凡社 ISBN45 億8251万2038。ありがとうございます。